んいかが。私がバクで、私がミホで、私が父で、私が娘。こう見えて二人は親子。お久しぶり、はじめまして、よろしくどうぞ。バクミホやってきた、みんなに会いに来た、始まるよ二人のショータイム。皆さんこんばんは、ようこそいらっしゃいました。大和田バクです。大和田美穂です。今日はゆっくりバクミホ楽しんでいってください。はい、私たちにとって初めての公演です。最後までごゆゆりと楽しんでいただければと思います。雨上がってよかったですね。飛んでいった風船はジェシー・オリベロス文、ダナウル・エコッテ絵、落合恵子役。紫の風船の思い出を話してよ。僕は頼んだ。これはとっても大事な風船だ。小さな教会でおばあちゃんと結婚した時の思い出だよ。僕は銀色の風船のことは聞かなかった。どんな思い出が詰まっているか知っていた。同じ風船を僕も持っているから。あの日、僕たちは日が暮れるまで川で魚を釣った。次から次へとね。おじいちゃんと僕は1000匹もの魚を釣り上げたんだ。この銀色の風船はとりわけお気に入りのやつさ。おじいちゃんはいつものように僕の髪の中に指を突っ込んでもじゃもじゃくしゃくしゃにした。僕だってお気に入りだよ。僕は答えた。だから僕は今日、おじいちゃんの膝に乗って僕のものになった風船の話をするんだ。おじいちゃんにね。悲しみを消す魔法を僕は知らないから、ただそばにいるよ。ただ君のそばに涙か沸かす魔法を僕は知らないから、ただ手を握るよ。ただ君の手を、ほら今日も空は青いよ。何にもなかったみたいに、ほら優しい風が吹くよ。いつも通りの今日だよと。幾時代かがありまして、茶色い戦争はありました。幾時代かがありまして、冬に疾風吹きました。幾時代かが過ぎまして、今夜ここでの人盛り、今夜ここでの人盛り。
サーカス小屋は高い梁、そこに一つのブランコだ。見えるともないブランコだ。頭浅か浅に手を垂れて、汚れ木綿の屋根のもと、ゆわんゆよんゆゆゆわん。つまらない子だって言われてきたの。取り柄がないねって誰もが言うの。だけど舞台に立てば世界が変わる。私ではない私になれる。年ですので、はい、ちょっと振り返ってみましょうかね。振り返っちゃいますか。年表でございます。私は1950年昭和25年福井県敦賀市というところに生まれまして、はい、いや時代が出てますね。かわいいです。まあ、仲のいい兄弟で4人兄弟の下の2人なんですけども、はい、まあ、兄が役者を目指したので私もなんとなく引きずられてこっちに来たような気もしますけれども。引きずられて、はい、影響を受けたということはじゃあ確かということ。そうですね、影響を受けましたね。はい、で、フジテレビ土曜劇場土曜の9時の、戸脇幸雄さん主演のこんまい女ということで、この作家が花と小箱さんという方で、その方にバクという芸名をつけていただきましてデビューという、運びになったということなんですけども。余談ですけれども私は小学校入るまで、はい、私の父の名前が大和田漠だと思ってまして、はい、で小学校の提出する書類にですね大和田義郎って書いてあるんですよ。でこれ誰って、かんばしいにほがらかなんてそんな柔らかい名前漠だとばっかり思ってて、ね、というのも父の母も兄もみんな親戚一同漠ちゃんって呼ぶわけですよね。そう、 うちの母もだから爆弾のばっかり思ってたという余談です、すいません。今は孫も爆ちゃんと呼んでます。そうですね。デパートなんかで爆ちゃんってね。あれは10歳の時、仕事から帰った母は嬉しそうに俺に一つの箱を渡した。それには働き先からもらった小さなケーキが入っていた。アメリカではね、今夜彼らの神様のお誕生日を祝ってケーキを食べるんだって。それでね、メリークリスマスって言い合うんだって。へえ、いただきます。おいしい。うん、とってもおいしい。メリークリスマス、イサム。愛しいのにその気持ちが伝えられない。少しずつ家族というものが疎ましくなってきた。離婚？どうして？出て行け。お前たちの顔は見たくない。
うんざりだ。お金で愛は買えません。3年前にあなたが倒れたと聞いて自業自得だと思いました。それでこうして俺に近づいてきたのか。仕返しをするつもりで。そうです。あなたに恨み事の一つでも言ってやろうと思って。でもしばらくあなたを見ていたら気が変わりました。いかにも哀れで孤独な姿を見て、母はあなたのどこを愛したのか、あなたが母や私をどう思っているのか知りたくなったんです。俺は一体何のために生きてきたのか、一番大切なものは何だったのか。目の前にそれはあったのに俺は気づけなかった。バカだった。俺はバカだった。やっとあなたの心の声が聞けました。母にも聞かせてあげたかった。母はいつも言っていました。人は必ず死を迎える。でも死んでもその人の思い出は残された人々の心に生き続ける。だからいい思い出を愛する人たちとたくさん作りなさいって。お話ししたいことがあるのです。パパとママと私、一つの家族のお話。溢れる愛に包まれて生きてゆくは、今こそ伝え。明日はいい天気、きっと明日。